トーマス・ラミソン・スプレーグは、アメリカ合衆国の軍人、海軍中将。スプレーグは、オハイオ州ライマンに生まれ、1917年に、海軍士官学校を卒業した。クリフトン、ジギー、スプレーグ中将との血縁関係はないが、両名ともに、海軍士官学校で学び、後に、同じクラスを卒業した。民間後は、クリーブランドに、上官。 1917年6月から1918年4月まで、大西洋横断の輸送船団護衛任務に就く。その後短期間、沿岸での任務に従事し、7月に、モントゴメリーの収益支援に従事した。その後スプレーグは1920年1月から11月まで、モントゴメリー艦長として、艦を指揮した。ペンサコーラ海軍航空基地で、 飛行訓練を受けた後、スプレーグは1921年から23年までヘンリー・イヴィ・バトラー提督の下で勤務する。1926年に戦艦メリーランドに第一偵察戦隊と共に勤務となり、1928年にサンディエゴ海軍航空基地勤務となる。1931年から36年の間にスプレーグは 第6偵察戦隊指揮官、航空エンジン研究所所長として、フィラデルフィアの海軍航空交渉に勤務し、続いて、空母サラトガの航空士官として勤務した後、1937年から40年まで、ペンサコーラの海軍航空訓練施設の司令官を務めた。空母レンジャーの副長として、大西洋での中立パトロールに1年間従事した後、スプレーグは、 護衛空母チャージャーの収益準備に従事し、収益後は艦長として1942年2月から12月まで、チェサピーク湾で飛行士の訓練を行った。1943年1月から6月までの陸上勤務の後、8月にイントレピッド艦長に着任し、1944年初頭にはトラック初頭及びマーシャル初頭の攻撃に参加した。 スプレーグは6月に海軍少将に昇進し、第22空母部隊を指揮し7月から8月にかけて、グアムを9月にはモロタイ島を攻撃した。レーテ沖海戦では、第77.4任務軍及び第77.41任務集団を指揮し、1945年4月から6月の沖縄戦では、第3空母部隊を指揮した。その後は、 第38.1任務軍を終戦まで指揮する。戦後の1946年、スプレーグは海軍人事局副局長を命じられ、その後局長となる。1949年8月には中将に昇進した。10月に太平洋艦隊航空軍の指揮官を命じられ、1952年4月に退役するまで同職を務めた。 退役後の1956年、フィリピン政府と中非アメリカ空軍基地の交渉を行うため短期間現役復帰した。スプレーグは1972年9月17日にカリフォルニア州チュラビスタで死去した。ありがとうございます。